から見に行ったらこう見えるんですよ。六本木のテレビ朝日のスタジオでやってるから、なんかね外から観覧できるなって言って、昨日はもう人がすごくてライブかと思ったよ。本当須田さんもいらっしゃるし、小木はんなさんもいらっしゃったから、もうすごくてびっくりびっくり。あんな夜遅い時間にありがとうございました。キラさん、ドナルドさん、アマトーさん、ありがとうございます。ヤマさん、ブラッチ、ありがとう。虹色さん、いらっしゃい。BGM どうしようかな。カロパ、ありがとう。虹色さん、ファントムさん、ありがとう。豆ローマ字のマサさん、よいしょ。 HK さん、マサさん、ありがとう。あ、飲んでる、それ。この間私がお供で飲んだやつだ。よいしょ。あれ、体操座りしたらめっちゃちっちゃくなった。カズノブさん、ありがとう。スイカさん、ヒロシさん、ワンダーさん、ありがとう。ありがとう。犬猫さん、ナオさん、ノブシャン、よいしょ。ビクポワさん、ありがとう。ノブシャン100キラ。アサミさん、カズノリさん、イズキュン、ありがとう。ダイコさん、ありがとう。ハート。ヤマピーさん、伸ばす棒Pさん、底辺さん、ライス隊員さん、スエさん、ありがとう。そうなんだよ、昨日ね写真いっぱい撮ってくれて載せてもらってた。そうなの、ありがとう。めっちゃいっぱい良き写真を撮ってくれてたわね。大将さん、ありがとう。ラブユー。リュウ、竹蔵さん、ピルコロ、スナフキンさん、ありがとう。スイカさん、ただいま、帰ってきました。アキアン、ローマ字のユッキーさん、解決たまごんさん、ありがとう。アサミさん、ギフトありがとうです。大将さん、大工さん、ギフトありがとう。ハラジュンさん、青文字のテストさん、フーガネットさん、フーガネットさん、竹山メイチさん、青文字のカズさん、ドナルドさん、100キラありがとう。あれ、新しいの出てました。新しいの出てました。あ、ここマラカス立ててたのに、マラカス、マラカス。みかん寿司出てましたか。みかん寿司はね、めっちゃね、みかんというか柚子っぽい味がしたかな。でも合うよ、みかん寿司めちゃくちゃ。ニオさん、いらっしゃい。あら、新しい方言のやつ出てたんだね。見てください、皆さん、ぜひ YouTube にて秘密の県民賞企画の方言の多い料理店。ゴールドシップさん、いらっしゃい。白夜さん、野良犬さん、ハムちゃん、えのさんさん、ありがとう。ハムちゃん、やっこん、ありがとう。川崎さん、ありがとう。ギフトだ。ローマ字のよしさん、お疲れ、ありがとう。みっこさん、いらっしゃい。ドナルドさん、やぶれた、ありがとう。ふくちゃん、ポポンさん、がっくんさん、ありがとう。だいちさん、すまちゃん、ありがとう。かわいいぞ、ありがとう。ねこぽ、すまちゃん、コンドルさん、こえぽんさん、ありがとう。阪神優勝さん、ありがとう。今日も虹色さん、かわいい、ありがとう。
ペガサスさん、ギフトありがとう。やばい、乾燥がすごくて本当に大変です。ちょっと喋っただけでめっちゃ乾燥してくる。やばいね、冬はすごい、冬は本当にパキパキになっちゃうね、体がね。ワンダーさん、ありがとう。金のアヒル。ターくん、ありがとう。サトちゃん、ありがとうございます。大将さん、フル、え、もう食べたの？みかん寿司？すごすぎ。しめ鯖が、あ、でも私もね、しめ鯖苦手なよ、本当は。だけどあれは食べれたね、あのこの間作ったやつは食べれた。さとちゃん、うさぎさん、ありがとう。あ、コラボよかったね、ウィンドブレーカー言ってたもんね。あ、なんだっけそれ、フィラーみたいなやつ。スイカさん、ありがとう、ラブユー。バタコさん、ありがとう。ノブシャン、ブレイブさん、ギフトありがとう。コモさん、ローマンじゃの、ブーちゃん、ありがとう。マサさん、お疲れ、ありがとうです。スマちゃん、100キラありがとう。コンダネさん、ありがとう、キラキラ。タカタカさん、マーク2さん、ありがとう。ヨッピーさん、かわいい、ありがとう。ワンダーさん、ありがとう、ギフト。スイカさん、フルー、ありがとう。オーベルジーヌ、名前から美味しそう、持って帰って食べた。食べた。あ、違う違う、本番終わった後食べた、楽屋で。めっちゃ美味しかった。あの、その TKD さんの分もあるから2つあったんだけど、味がちょっと違うくて、ビーフかチーズって選べた。美味しかった。私はチーズをもらって食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。じゃがいもがめっちゃ入ってるんだね。のぶしゃん、フル、ありがとう。今日もブレイブさん、ありがとう、ゲスト。カタカナのシロさん、マーサーさん、はじめまして、ありがとうございます。マーサーさん、ネロリさん、お疲れ様、お仕事ありがとう。マミちゃん、よっさんギフトありがとう。きなこいさん、ありがとう。パインアメにアーニャの顔の袋、あ、そうなのよ、それね、見つけたら買おうと思ってたんだけど、まだ見つけれてなくて。今もまだ売ってるかな、パインアメがあのアーニャちゃんになってんだって。トミーさん、ありがとう。ワンダーさん、マサッピーさん、隊長、ギフトありがとう。トロケルさん、ありがとうございます。シシマルさん、トラガンバさん、サユリさん、ありがとう。イズキュン、タミーさん、ギフトありがとう。イノネコさん、ラブユ、ありがとう。ヨッピーさん、フル、ありがとうございます。シンイチ、ヒロシ、トッパタイさん、ありがとう。ピルクル、ほ、スノードン、ありがとう。ローマ字のユッキーさん、ま、底辺さんか、かわいい、ギフトありがとう。マー君とギターさん、こんばんは。ねえコロボ、今日寒、今日もだけど昨日も寒かったし、さすが12月だね。気をつけて、おやすみ。なるさん、ありがとう。新一、ラブユー、ありがとうございます。ロッピーさん、黒猫のハルくん、今夜は鈴をくわえて遊んでおります。かわいい、おもちゃの鈴があるのか。白熊さん、ありがとうございます。あ、マーサーさん、本当ですか。じゃあ昨日いらっしゃったの。高6ミニ六本木行ってましたって。あら、寒い中ありがとうございます。スエさん、フル、ありがとう。
ひなさんの渋谷ラジオアップされて舞台挨拶に思いを馳せる。あ、そうそう、昨日も誰か言ってくれてたな。そうよ、あのラジオのやつが動画付きで出てるのかな、あれって。トライセコタールーラールーラーさん、間違えた、コンパスと三角定規で宇宙の揺らぎに革命を、トライセクタートライゲットアップ。タン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 タラタラララ。おい。カイポンさん、Mリーグ朝見た？あ、ネットの方？いや、すごいよね、桜ナイツ。めっちゃさ、あのレギュラーシーズンの序盤は桜ナイツが少し不調で、あの最下位になってた時もあったよね、確か。今1位だから、かっこよすぎ、ほんとかっこよいです。お、ひろくんありがとう、ネットを見てくれた。ゆうじさんありがとう、かのうさん、だるまレンジャーありがとう。そうだよ、おばば昨日おとといか一番に引いたんだよ。ゴンちゃん隊長ありがとうございます、夜勤お疲れ様隊長。底辺さん、じいさんありがとう、ギフト。まみちゃんありがとう、見てくれた昨日のやつありがとうございます。ブラッジ寒かったやろ、ほんと。新一フルありがとう。じいさん、まことさん、ありがとう、ギフト。ヤマピー、金のアヒル、ありがとう。白熊さん、ラブユー、ありがとうね。キュイーンさん、キュイーンさん、ジュンレベル45さん、130ブルースさん、カノーさん、ありがとう。キャキラダルマ、キラさん、あの後、あの後はオーベルジーヌ食べたよ、楽屋の。ひでゆきさん、おばばギフトありがとう。ローマ字のゆうたさん、こんばんは、ありがとう。ライブだと思って行ってきたのいや、そうだよね、ほんとライブだったよね。いや、あの小木さんのね、ファンの方で一番なんか早く来てた人はお昼から来てたんだって。え、めっちゃ夜だよ、本番は夜も遅い時間ですよ。お昼と思って、お昼からいた方いらっしゃったって、すごすぎるね、嬉しいです。タケノコの皆さん全員見つけられたかな、すごい多かったから。なるほど、タオル掲げてくれてた人もいたし嬉しかったです。土屋さん、Y さん、検索さん、ミュージックショップさん、ありがとう。秀幸さん、ありがとう、ギフト。ユッキーさん、アントワーヌさん、何39人目って、何何39人目当たっ、え、年賀状の話。 BGM OK、 ありがとう、ブラッチ。あ、そういえば充電できてるね、よし。ダッチャーさん、秀幸さん、ジュンヤさん、ありがとう。スコールさん、100キラありがとうございます。陽平さん、ありがとう、リアタイはできませんでした。あ、見てくれた、でもありがとうね。タマさん、ありがとうございます。カタカナのポンさん、いらっしゃい。 HK さん、ユッキーさん、ギフトありがとう。アントワンさんもラブユーありがとう。ジュンヤさん、100キラありがとう。水太郎さん、宮崎のおじちゃんさん、ありがとうございます。うん、コンドレさん、フルありがとうございます。今日は5時起きだったのに、えいや、それは待って、起きれた、ちゃんと、ありがとうね、見てくれて、リアタイしてくれて、コンドルさん。
パンチ。嬉しいね。観覧中、え、ひなおちゃん可愛いって言ってくれてる人いたの？ありがとう。嬉しいね。声聞こえないからね、あの、その観覧してもらってる時はスケッチブックでお話ししてるけど、なんとなくなんて言ってるのかわかる。なんかわわわわって言ってくれてる人はああなるほどねとかわかるけど、昨日もメリークリスマスって言ってくれてる人いて、それはわかった。ああメリークリスマスだと思って。あと書いてくれてる人もいるよね。なんかこうコメントのように、ひろくん100キラとありがとう、おやすみ。バンクーバーさんありがとう、カリタンありがとう、トゲありがとうございます。収録の裏話、あの裏話か、なんかね、昨日というよりかは前回小木さんと一緒にやらせてもらった時に、その後あの出演者の皆さんで麻雀をしたのよ、ちょっと。でその時からすごいお話しする、あの気さくにお話しできるようになって、だから昨日ちょっと久しぶりにお会いしたけど、すごいね、あの和やかに、須田さんともだし3人でよくお話ししてました。あとなんか本番中に私がゴミをつけてたみたいで、この辺だっけ、この辺にゴミつけてたみたいで、合間にさっと小木花さんがゴミをこう取ってくれて、めっちゃイケメンだった、ありがとうございます。ゴミつけてすみません。ベクボアさんかわいい、ありがとう。太郎くんありがとうございます。マサさん100キラありがとう、今日もありがとうね。よしよし、大文字のテストさん100キラありがとう。バンクーバーさんフルありがとう。阪神優勝さんラブユーありがとうございます。キーヤさんいらっしゃい、こんばんは。タッタさんいらっしゃい。ユッキーさん結婚してありがとう。次のん月のトムさん、月のトムさんいらっしゃい。ワンダーさん、ジュンヤさんギフトありがとう。メガネキランさんありがとう。エペチさんありがとうございます。マサミウラさんラブユーありがとう。ユッキーさんユキジャルマありがとうね。熱下がった？バンクバさん待って、何日目？やっと下がった？お大事に食べてる？ちゃんと。千葉さんありがとう。ユージさんカウントありがとう。え待って、まだマラカスの話してるの？遅れすぎ。ネコプありがとう、ラブユー。そんなに撮ってくれてたの ?1388 枚。え、ずっと撮ってたそれ。動画のように。カタカナのヤックン、コートコさんありがとう。ブレイブさんフル、ありがとう。またコロナ増加してるんだって。そうなんだ。なんか冬の方が増加するんだっけ、インフルエンザとかはそうだよね。あ、いってらっしゃいブレイブさん、気をつけよう。みんなアントワーヌさん、ユージさん、タカホシハートさんラブユーありがとう。リアチョウさんいらっしゃい。ヨウちゃんいらっしゃい。おひなはモンスタードラゴンは得意？いやー得意ではないと思う。できるはできるんだけど、それを何個もポコ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 するのは無理だ。めっちゃすごかったですね、堀さんとかめっちゃ早かったよ、びっくりした。
やってみたい。でも私もくるん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 、めっちゃ良かった。甘党さんありがたいです。お弁当箱ありがとうございます。睡眠教さん、風田海人さん、やすぶっちんさんありがとう。陽平さん、キレ100ありがとう。体調フルありがとう。今日はプロポーズで愛あふれる未来を作る日。なんじゃその日、すごプロポーズの日ってこと今日。ひなハートポーズ。私は最近これこのハートお気に入りです。ユッキーさんフルありがとう。君を乗せて、あの地平線輝くのはどこかに君を。よっ、ブラッチスノードームありがとうございます。フォレスト系さんいらっしゃい。あ、にじろさん本当写真は撮れた。すごい人だったね昨日は。マッティさん、ノムさんいらっしゃい。孫悟空さん、ピョコニンさんいらっしゃい。マサッピーさん、結婚式。ローマ字のヨシさん、ありがとうギフト。最近ずっと眠いんです。そんな時あるって。ある。眠いというか起きたくないですよね、朝が寒いからね。朝寒くて起きたら暖房をつけるんだけど、つけても起きたくないね最近は。ひろゆきさんありがとう。ときびたさん、クリティブさんありがとう。ありがとうブラッチ、嬉しいわ。陽平さんありがとう、嬉しい。ジャンソーのフリーレンなんか強そうだわ、それもそれで。昨日の衣装ですか。そうする、ジャンソーのフリーレン。あ、コシさんリアタイでありがとう。ドラめくりは成功するとちょっと嬉しい。何十年もしてない。私もね、失敗すると申し訳ないから、普段はポンってしないかも。あんまり加湿器あるよ、もちろん重宝しとります。ということこっちは寒いけど乾燥はしてないんだって。ということ加湿されてるの街が。リュウありがとう、ハート。ヤワサハさんありがとうございます。まあ一家さん、ひらがなのヒロさんありがとうね。あ、そうだね、私がそうだ、前回出演した時サクランナイツが最下位だったんだ。そうだ、さっきテレビで愛媛の人は語の発音が独特って言ってましたけど、え、そうよ、なんかおかしいんでしょ愛媛の人の語っていう発音の仕方。語じゃないんだね、語なのかそれ。あの語う語うの語なんだけど、このひらがなの語。睡眠教さんありがとう。選ばした。あ、今日眠りが終わったの。なになに、松ヶ瀬さんがなにねるさん、そうやで、今日は一つにまとめました。なんかね、ちょっとボサってしてたから一つにまとめたんだけど、それでもちょっとボサっとしてるムーンさんいらっしゃい。伊藤マンさんいらっしゃい。てやんでい北国さんありがとう。ルーラルーラが頭から離れない、めっちゃ聞いてくれてるじゃん。
ありがとう、陽平さん。隊長、龍、ラブユー、ありがとう。コシさんも、ありがとう、ラブユー。え、須田さんの衣装めっちゃ可愛かったよね、昨日の。第一声めっちゃ、可愛いって走りながら言ったんだけど、昨日。めっちゃ綺麗だった、ほんと。ちょっとね、肩が、こっち側だけ開いてるね。コシさん、ありがとう、ラブユー。ひろゆきさん、MK しんじさん、大友さん、ありがとう。そう、じゃがいもがね、丸ごとカレーに入ってて美味しかった。みんながじゃがいも、じゃがいもって言ってたから、じゃがいもないけどなって思ってたら、カレーの中に入ってた。ヤフカラホーさん、ありがとう。毛玉京志郎さん、のりたまさん、ジョージタさん、ありがとう。大文字のテストさん、かわいい、ありがとう。ローマ字ののりさん、ありがとう。あ、明日健康診断な、バリウムだって、のりさん。はー、え、初バリウムではないの？また感想聞かせて。ファイト。底辺さん、そう、昨日はね、帰るのが夜遅くなりそうだったので早かったのよ、配信。ゆうすけさん、いらっしゃい、ありがとう。ハラメタルン、ゆき、虹色さん、ラブユー、ありがとう。スピードバードさん、大勝さん、その日暮らしさん、タオコズさん、いらっしゃい。大勝さん、客キラ、ありがとう。嘘でしょ、甘党さん。忘年会でついにサンガを披露することになりそうです、だって。いや、もうめちゃくちゃ練習してるから大丈夫よ、甘党さん。もう素晴らしいサンガが歌えるよ、多分。忘年会で歌うんだ、とうとう。お、ユッキーさん、私もね、まだ最新話だけ見てないけど、2期ずっと見てるよ。めっちゃ面白いよね、スパイファミリー。めっちゃ面白いのよ、今の今期のスパイファミリー。ワンダーさん、フル、ありがとう。パンクロッカーになりたくてくくってみたウィキペディア、ドゥドゥドゥン、へい。マーティンさん、いらっしゃい。キンちゃん、ありがとうございます。あー、どこまで、ありがとう。ピョコニーさん、ありがとうね、ギフト。大文字のテストさん、フル、ありがとう。今日もこちらこそありがとうございます。ダーシャハさん、ギフトありがとう。クマケンさん、いらっしゃい。あら、ローマ字のゆさん、スノーオクマ、ありがとう。アフルト、アーニャ風ネット線聞いて難しいな。コーントンスパイラル、神神神神神旋風逆、うつ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 、ローマ字ののりさん、100キラ、ありがとうございます。空色デーズってなんだっけ、聞いたことあるな。誰の曲だっけ、空色デーズって。そう、道秀さん、いただいたって聞いたよ。でも道秀さん、そうなのよ、あの最初にいただいてたのでちゃんと送れてたから大丈夫よ。ありがとうね、送ってくれて。マサ31さん、まめまめ仙人さん、ありがとうございます。お疲れさん。
友近さんがテレビで愛媛の小学生はプールに入るとき命令っていうのがあって、おひなにもあったって。何命令って。プールに入るとき命令って言われるの？命令じゃないな、殺？命殺っていうのか。なかったよ。私はね、プールの授業のときはバディっていうのを作らなきゃいけなくて、基本2人1組で泳がなきゃいけなかった。最初そのもうクラスでバディを決めとかなきゃいけない、1人で、先生がバディって言ったらもうその2人その人見つけてすぐ駆け寄って手つないでバディって言わなきゃいけなかった。多分なんか緊急の時とかなんかそういうので対応できるようにとかなのかな。バディがいたよ、私には。プールのバディが。メリーさん、デメキンさん、キンニャンさん、リンクオンラインさん、ありがとうございます。なんだっけ、あの人、ひょうきん族ってなんだっけ。わかるわかる、なんだっけ、ひょうきん族。犬猫さん、ありがとう。金のアヒル。インスタのストーリーに映ってたイルミはどこだったの？インスタのストーリー？六本木ヒルズです。ヒルズって言うんだっけ、六本木ヒルズかな。あのテレビ朝日の近くだよ。そのピアノさん、はちみつさん、神岡んでさん、ありがとう。リラックマ、みちひでさん、ギフトありがとう。ようちゃん、たっとい、結婚して、ありがとう。8時でも早くない？ブラッチ、8時なの？早っ。ようちゃん、結婚して、ありがとうございます。すぐ脇の欅坂のイルミネーション見る観光客もたくさんいて盛り上がりがすごかった。あ、そうだ、その横でめっちゃ綺麗なイルミネーションしてましたよね。そりゃ気になって来る人もいるか。そうかそうか。のびちゃん、おやすみ、ありがとう。よっちさん、いらっしゃい。月の人さん、ありがとうね。アントワネさん、ありがとう。ゲスト龍フロー、ありがとうございます。ありがとう、ネット。ドラめくる技を練習してみた。やってみたの？あれ、うん、家にあるの？麻雀牌が。多分猫部見つけられたと思うんだけど、来てくれてた竹の子さんたちは。やばい、18分。お、さとしさん、ネット M リーグも方言食堂もありがとう、見てくれて嬉しい。梶山さん、カタカナのあきさん、ありがとう。セントちゃん、こんばんは、ありがとうございます。リュウラボユー、ありがとう。虹色さん、かわいい、ありがとう。モンスタードラゴン、指がプルプルしちゃうさって。モンスタードラゴンってなんだ、モンスタードラゴンっていう名前なんだろうね。なんでモンスター。虹色さん、かわいい、ありがとう。リラックマ、ギフトありがとう。 M が青文字のマサさん、リュウセイさん、こんばんは、ありがとうございます。いや、したりするよ、ブラッチ。全然収録後に行ったりとか。カリタン、結婚してありがとう。タロウくん、カリタン、ありがとう。ギフト、お、カリタンフル、ありがとうです。 M が青文字のマサさん、かわいい、ありがとう。お、ラブユーも、ありがとうございます。ひなほちゃんが話してるとき、おぎさんめっちゃ、そうなの、緊張した。そうなの、見てくれてたんですよね、おぎさんが顔をね。よしぼうさん、ありがとう。ゆうと、てけてけさん、いらっしゃい、ありがとう。あ、ウォーズーミックさんだ。ズーミックさん、いらっしゃい。
今日から日曜日まで渋谷。え、そうなんですか。ウズミックさんの何写真展だろう、行きたい。地下1階で写真展されてるんだって、ウズミさん。日曜日までか、日曜日まで渋谷ルデコギャラリー、あの前私の写真展の時もさせてもらった場所ですか。おぽぱ、青おくまありがとう。スノーおくま、ローマ字のマサさんも、隊長もありがとう。ギフト、見つめ合う写真、え、そうなんだよ撮ってくれてたよねおかむさんありがとうございます。おつぽん、のびちゃんありがとう。ネコプそんなに撮ってくれてたの。しかも途中でストレージいっぱいになったんだ撮りすぎじゃんそれT 赤さん100キラありがとう。ヴァンパイアお兄さんいらっしゃい。ローマ字のマサさん、ラブユーありがとう。ネコプ結婚してありがとう。サクサクさんお疲れ様。笹団子さんいらっしゃい。ワンダーさんかわいい。隊長ありがとう、ありがとう。イナッチさんいらっしゃい。アントワーヌさん、フルありがとう。なんでだゴミに生まれ変わりたいって、そのゴミは払いのけれませんわ。じゃあ経社員さんいらっしゃい。大ガッチさん、レインボースターありがとう、めっちゃいただいてる。 TikTok 動画でホレシブコーナーでやってたゲームをおひなが挑戦する動画とかやらん、すごい挑戦状じゃないそれコンビとかないよ、しかも私、誰かコンビになってくださるかしら。クマさんいらっしゃい。見えたよ、日色さん。あ、ツリーだったんだ。え、ツリーなのあれ。カチューシャは見えたけど。クマさん、ラブユーありがとうございます。たいしくんこんばんはプロポーズの日、昔彼女いないのにプロポーズのセリフ考えてた。心の病気かと思いましたいや、いいじゃん、先に考えとけば考えとくほどいいでしょう。それはのんちさんいらっしゃい。さかぴーさんありがとう、ギフト。のんびりしたい姉さんいらっしゃい。たおこずさんありがとう、ギフト。フジモンさんもラブよ、ありがとうございます。夏、いちかちゃんとねこぷー会ってたの今日。なあほ、かわいいトークしてきたいや、私にとってはいちかちゃんがめちゃくちゃかわいいんだけど、ネコプめっちゃほんわかしてない。夏目いちかちゃんっていうあの女流の方がいらっしゃるんですけど、私の年齢は一つ一個下の子かな、この下の子で、すごくね、あの勉強会とかで一緒になることが多くてお話ししてますよく。めっちゃほんわかしてて可愛い。エウグレナさん、ジェリーさんこんばんは、ありがとうございます。ほのちゃんのファンになり滝山の存在を知って今日で5年だって。大勝さん早いの、5年も経ったのか。大勝さん応援してくれてありがとうございます。すごい早い。はるかさんありがとう。レッツさん、カペさん、ヨシボウさんありがとうございます。ズッタカさんありがとう。陽平さんありがとう。毎日歌聞いてくれてるの、ありがとうございます。あ、なるほどね。ひょうきん族、そうそうそう、須田さんが、須田さんの衣装がそのひょうきん族
のなんていうキャラだっけなに似てるって田中さんが言われてたやつでしょ。私知らんかった、それひょうきん族っていうの。どんなやつなの？ひょうきん族の懺悔。バリウム聞くと嬉しがるひなほちゃんそうよ、あの今後の人生の参考にしたいから、みんなバリウム飲んだら教えて。あきえもんさんフルありがとう。年賀状に使う消しゴムハンコを彫ってます。消しゴムハンコってなんだっけ。え、自分で作ってるの？あきえもんさんすごっ。僕が君を許せれば君は僕を許すだろうか。はい、ありがとう。ひでますさん、ごえもんさんありがとう。やっくんありがとう、ギフト。あきえもんさんもラブユーありがとう。たったさんもありがとうね。やっくんキラリンコとギフトありがとうございます。マサさんフルありがとうございます。おいしいおやつにほかほかご飯にゃー。へい、ヤモリさん、ヤモリさん、ヤモリさんか、こんばんは。ハタダの栗タルト美味しいよね。食べた？犬猫さん。ローマ字のマコさんいらっしゃい。ギフトもありがとう。ひでますさんありがとう、ギフト。ローマ字のヨシ様うまありがとう命札珍しく音読みしちゃったわ。命札って読むんだ。新一ありがとう。スノーオクマ、何命札って。みんなは命札あったの？正しさんいらっしゃい、ありがとう。わあ、のりさん聞いたら分かりそうな気がするんだけど。空色デイズ、みっこんさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、命札ってかまぼこ板で作った名札のことを言うの？命綱の仲間で、それ何に使うん？命札って。秀幸さんフルありがとう。小木さんを撮るファンのスマホの小木さんに、おひさんにピントが合いまくってたので、次は昼から行きます。ちょっと待って早すぎるよ秀幸さん本当に早すぎるから昼からはありがたいけどね。あ、光秀さん来年の1月誕生日なんだ。そりゃ年賀状遅れてよかったです。コシさんフルありがとう。今日のロンロン、パーソーをロンされて無音語、じゃじゃーんって一瞬分からず、え、留意層出たの？すごーい。4人ですか？コシさん振り込んだんだ、しかもいいやん、振り込むこともなかなかないよ留意層に。キリンさんこんばんは、ありがとうございます。私もこの間ね、初めて100万を振り込みました。あのファイトガールで、ファイトガールで100万振り込みました。リアルにこんな顔になった。で、あの記念に写真撮った振り込んだ記念にやらかしたと思いながら写真撮りました。日村の日さんありがとう。 AKA さんこんばんは、ありがとうね。
ビシューさん、桜タイガーさん、こんばんは。ありがとう。あ、ハラポニョちゃん、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。カタカナのカズさん、赤花さん、カズチンさん、いらっしゃい。グッチ、アビシューさん、ギフトありがとう。お、ウズミさん、竹山と同じ場所になるってさ、みんな日曜日まで大住さん写真展されてるって、渋谷で。イタネルズさん、ハイサイ、今日は最悪の日。そうなの？いい日にしよう、この配信で。あ、エナさん、ありがとうございます。ラブユーと。にじいろさん、ありがとう、ありがとう。小文字のなおさん、こんばんは。なりたんま、エウグレナさん、ギフトありがとう。あ、エナさん、キラ100、ありがとうございます。嬉しい、こちらこそ。なりたま、おかえり。今帰ってきたの？マッコイさん、いらっしゃい。 N スラッシュ A さん、ギフトありがとう。生たまごっちさん、ボイムさん、ボイムさん合ってる？ N スラッシュ A さん、めちゃだるまくれてありがとう。魚のポーズしてる時あったけど、リクエストあったのって。いや、ない。あれしたのはね、あのすごい後ろまでタケノコさんとかがいたから、まあ、なんとか映りたいというか見えてほしいなっていう思いで、最初はこうやって上にこう手を伸ばしてた。あ、そういえばなんか魚のポーズあるなと思って、こっから思いついたん、自分で。でこうなった。見えたかな、後ろの人は。白白パンダさん、ありがとう。歌声聞きに来てくれたらしい。そうそうね、コプ、あの麻雀はねめっちゃかっこいいのよ、本当に。ちかちゃんかっこいいよね。男気あふれてるの、麻雀が。トナくん、また来てくれてるやん、トナくんさん。山さん、バリウム卒業したの？卒業とかあるの、バリウムって。胃カメラなんだ。いや、私はまだ悩んでる、胃カメラにするかバリウム飲むか。ミミックさん、いらっしゃい、ありがとう。ローマ字のマサさん、ギフトありがとう。ミッツーさんもありがとう。海道線五郎さん、ありがとう。収録中誤ってるポーズしてたけど何だったんだろう。いや、あれ誤ったんじゃなくて、この思い届けって言ってた、多分。ローマ字のユータさん、ショコラさん、ありがとう。あ、ヨウヘイさん、ありがとう。君の名はの TikTok 見てくれたのか、ありがとうございます。嬉しい。ひらがな斉藤さん、ローマ字のおさむさん、ミヤコンダさん、ヨコポン、おかきさん、ありがとう。おかきさん、ギフトありがとうね。お、MO さん、はじめましてですかね、MO さん。ありがとう。今の麻雀ゲームには、稲妻リーチ棒みたいな。え、なに稲妻リーチ棒って。初めて聞いた、トロケラさん。プールに入る前に名前を書いた札を預けて、出た時に札を取ってプールに残った人がいないか。ああー、なるほど。あ、じゃあちゃんと命綱なんだね。命札っていうのがあるんだ。ハラメタルフル、ありがとう。昨日の須田さんの衣装、ひょうきん族の懺悔の人にそっくりだから調べてみてね。そんなそっくりなの？なんかもう名前からなんか違いそうだけど。ひょうきん族の懺悔でしょ、本当に似てる？それ見てみる。パ
パーンさん、ノムさんいらっしゃい、マーチアンフルと W、 ありがとうございます。むー東京離れて、東京離れて南へ味噌地、えい、猫ぽ尊い、ありがとうございます。尊い、割と身長大きめなので大きかったね。魚見えたかい。うん、鎌塚さんいらっしゃい、ありがとう。お、ミックさん、はじめまして、ありがとうございます。ローマ字のミックさん、嬉しい。ポンさん、ギフトありがとう。コバント、ハトト、ありがとう、ありがとう。稲妻リーチ棒を使うと絶対にリーチ一発になるというアイテム。あ、じゃあネットでしかできないってこと？それ。え、どういうこと？何が出ても一発になってくれるの？そんなせこいリーチあるの？稲妻リーチ棒って。ヨコポンさん、まーちゃん、ギフトありがとね、今日も。鎌塚さんもありがとう。パパンさん、ありがとうございます。歌声素敵言うてくれてる。お、マリーズさんかな、なんて見せるんだろう。はじめまして。ホシピーさんいらっしゃい。ローマ字のテルさん、はじめまして、ありがとうございます。キリンウさんいらっしゃい。あ、読み切った、急に読み切った。もう15分じゃん、しかも。じゃあちょっとお供タイムに行こうと思います。今日のお供はどこだろう、これ。あ、うちカフェだ。うちカフェのこだわりのほうじ茶ラテ。これね、ローソンで買ったかな。ローソンで買いました。なんかこう、うちカフェって聞いてこう、あ、うちカフェねって、今まで飲んできたうちカフェがこうなんか蘇ってくるようになったわ、もう。音も飲みすぎて。すごい新たな、なんか能力みたいな身につけれるかも、私。音も能力。ではうちカフェさん、いただきます。では、あと丸方、一緒に乾杯。お疲れさん。ん？めっちゃ美味しい。すごーい。ほうじ茶ラテ。久しぶりに飲んだけど、めっちゃ美味しいじゃん。ほうじ茶がちょっと濃いのかな？結構甘い感じです。美味しい。結構甘いです、うん、甘いの OK な人はめっちゃ美味しいと思う。ベビタッピした？なんでや。何かに覚醒した？いや、そうよ。なんか
なんかないかな、そういうそういうお仕事なんか音もなんていう名前かみたいな、その味飲んで何か当てるとかいけそう、新しいやつのTKD さんはどうだろう。 TKD さんは渋みや苦みがちょっと苦手っぽいので、ほうじ茶あんまり飲んでるイメージないんですよ。だからどうなんだろう。ラテとかめっちゃ好きだと思う。エイジさんいらっしゃい。もう飲んだ隊長。あ、パパンさんぜひ、ローソンに売ってたよこれ。あ、なるほどね、うちカフェってローソンのブランドなんだ。なるほど。甘いの OK？ 村上さんいらっしゃい。安則さんいらっしゃい。何エヴァンゲリオンするしかって涼太郎さん、おにぎりさんありがとう。よし、それではランキング読みしていこうかな。ちょうど12時になりましたので、あ、まだ1分あるか。よいしょ、よこいしょよこいしょ。はい、ランキング読みしていきます。13位、猫ぽ、ありがとう猫ぽ遅くに。12位、虹色さんありがとうございます。嬉しいね、ありがとうね。11位、アントワーヌさんありがとう、嬉しい、たくさんいただきありがとうございます。10位、隊長ありがとう。隊長休めましたか。9位、ブラッジありがとうございます。コメントたくさんありがとう。8位、ピルコルありがとう。ピルコルいっぱいありがとうございます、嬉しいね。ラッキーセブン、新一ありがとう。あ、なに、今日はいい日になるぞい。すごいぴったりだ、12時。そして6位、ローマ字のマサさんありがとうございます。遅くにたくさんありがとう。5位、おパパありがとうございます。おパパ誕生いつもありがとうね。そして4位、ワンダーさんだ。ワンダーさんありがとう、遅くにたくさんありがとうございます。そして3位、あばん、ローマ字のヨシさん、やっほーい、ありがとう。3位です、めっちゃいただきありがとう。そして2位、あばん、ハラポニョちゃん、あら、ありがとう。ハラポニョちゃんめっちゃいただきありがとうございます、嬉しい。そして今日の第1位、アボン、大ガチさん、ありがとう。大ガチさん1です、めちゃいただきありがとう。5年ありがとうございます、ありがとうね。ということで3241盛り上げ、たくさん夜遅いのに盛り上げてくれてありがとう。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。いつもは10時半ぐらいからやってます。じゃあ最後はみんなが眠りにつけそうな曲を歌ってもらおうかな。今日12時過ぎてるから。ではみんなが眠りにつけそうな曲のリクエストをお待ちしております。リクエストタイム、よーい、スタート。は、告知ありがとう、のりたま。そうだそうだ、
のりちゃんありがとう。嬉しい、のりちゃんさん。よこぽんさん、フルありがとうございます。そうよ、さくらナイツ首位なんですよ。ありがとう、リアタイで見てくれて。黄色い魚さん、いらっしゃい。漢字の萌えさん、ありがとうございます。ようちゃん、かわいい、ありがとう。メリクリ、ラブ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 、みかんハート。あー、その花あんまりわからんかもしれない。スイカさん、スイートメモリー。サンタさん、あ、ほのぴが歌ってたわ、それ。今日こそくれない？プライドいいね。雪の花、終わり始まりいいね。シンデレラボーイ、名残ゆき、サンキュー。トイレの神様、アルジャーノン。夢咲案内人、マツケンサンバ。夢咲案内人ね。ロマンティックあげるよ、いいね。よし、決めようと思います。はーい、ロータスさん、いらっしゃい。じゃあ今日はこれにしようかな。久しぶりに、なんかちょっと寝る前っぽいから。
あげるよでした。ドラゴンボールのエンディングになってたね。なんかすごい夜っぽいイメージ。犬猫さん、あら虹いただいたね。犬猫さん、クラさん、ワンダーさん、ありがとう。待てよ。クラさん、クラさん、シルファさん、ありがとう。クラさん、ミラボいただきありがとうございます。あとクラさん、虹ももらってる、ありがとう。虹、あら、ウィンディーボーイさん、天使の奥間、ありがとうございます。ありがとう。あとね、ちょっと待って、今見えたのよ、ピルクル、ありがとう。レインボースターめっちゃもろて、トミーさん、神岡さん、ゆうとゆうさん、ごえもんさん、さいさん、ローマ字のよしさん、犬猫さん、やまさん、ローマ字ゆうたさん、ブラッチ、まひまひさん、もっちさん、エストさん、ありがとう。りゅう、スイカさん、ネコップ、ヒデユキさん、オカムさん、ワンダーさん、ロータスさん、ありがとう。では、遅くまでありがとうでした。また明日ね。おやすみ。5、4、3、2、1。おやすみ。バイバイ。